はい、皆様こんばんは。3月9日月曜日、第228回のしゃべくりマッシュルの時間がやってまいりました。今日のマッシュルはですね、朝からちょっと冷え込みましてですね、現在はね、雨は降っております。そんなマッシュルです。今日のゲストをご紹介いたします。マッシュル東町にあります NPO 法人あんずっこの里ハーモアグリの、理事長さんであります中山進さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さてですね、今日あんずっこの里ハーモアグリはどのような活動をされている団体なのかっていうのをちょっとですね、説明していただければいいかなというふうに思いますけども。はい、はい。まあ、真っ白町東城の傾斜地が中心になってしまうんですが、はいはいはい、こちらで有給あるいは荒廃農地をですね、はい、地主さんと連絡を取り合いながら、うん、再生に近いと言いましょうか形まで、はいはい、持っていって、はい、まあ、原野化しないような何らかの作物等をですね、植え付け、それをまた継続していきましょうという、うん、こんな活動でございます。はい、はい、それは中山さんちが作るんですか。そうです、私どもが作っちゃう、はい、やるんですね。うん、はい、なるほどね。あとはもう少しはこれは、次のところは、何ですかね、この下のこれ石垣の復旧なんて書いてあるんだけど、はい、これは どこでやってるんですか。これはこれもちろん真っ白東尾の、うん、傾斜地なんですけれども、今申し上げましたように、はい、その荒廃農地の一部にはやはり崩壊している石垣もございます。はい、そこで、作業を継続していくっていうわけにもいけませんので、きちっとしたきちっとしたでもない下手くその石垣の積み方なんですけれども、そんなことで土が流れ出ない程度の石垣を積みながらですね、なるほどね、ているということでございます。うん、これ今だかこういう三角 の、はい、あれを使ってやってましたですけど、はい、ああいうその私が考えると重機持ってってポーってやるっていう感じはあるんだけど、もう本当に昔ながらの原始的なあれやってるけど、あれはあれでいいの。そうですね、キャタピラの幅の広いね、うん、重機でガタガタと入っていけないような、うん、あ、そういうことか、場所もございますしね。あ、なるほどね。ああいったもので作業してるところでございますね。はい、なるほどね。はい、はい、あとその他には何か別なこともやってらっしゃるんだね。はい、うん、あとはどういうあれかなと。そうしたらこれは何、森林のなんかって、あ、林道か。そうですね、林道整備とかって言ってたね。はい、林道東方線、はい、が瀬関から始まりましてね、はいはい、津川を通り岩沢を通り、はい、滝本神殿まで、いずれはまあ菅平まで行く林道なんですけれども、うん、はいはい、この林道へですね、うん、例えばそうですね、最近ですと、うん、信濃三番札所巡り、はい、これで清滝観音へ、来られるですね、はい、お客様たくさん実はいらっしゃるんです。そんな中型バスなんですけれども、枝が当たったりですね、はい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 、滑ったりということがございますので、うん、落ち葉を生えたり、はい、枝を落としたり、はい、草を刈ったりという、うん、こんな作業をしていれば、うん、まあ、安全なそんな二所巡りが、はい、できるだろうということでございまして、ね、うん、お手伝いさせてもらっております。なるほどね、はい、はい、まあ、あとですね、文化物周辺の整備、はい、清掃、はい、よく書いてあるんですけどね、はい、これはどういうあれですか。そうですね、うん、大室古墳群の一部になるでしょうけれども、 ね、はい、東城の、ま、傾斜地にもですね、うん、大きな古墳がございます。はい、その一部なんですけれども、私ども例えば小学校の学習にですね、はい、そのようなところへ行く、あるいは遠足でちょっと立ち寄ってもらう、あるいは里山散策でちょっと立ち寄ってもらう、その時に安全に、ご覧いただくような、うん、古墳だとか、はい、神社だとか、はい、寺社だ、寺社ですね、うん、そういった関係をですね、見通しよく、うん、里山景観の一部として、はい、楽しんでいただくために、うん、ちょっと手を入れさせてもらってですね、うん、いるところでございます。なるほどね。これ見るとこれはもう完全に重機が入ってますよね。はい、重機もございましてね、うん、プロのオペレ、プロに、もちろんプロですけれども、うん、オペレーターも腕いいですし、はい、さまざまな資格持ってらっしゃる方が仲間におりますので、うん、とてもありがたいなというふうに思っております。あ、そうですか。はい、あ、実質何人ぐらいの会員いらっしゃるんですか。会員は携わってる人は、
ボランティアを含めてですね、18名でございます。ほとんどが、まあ、手弁当と、申し上げておきたいというふうに思います。あ、あとはあれですね、これ見ると、果実の生産販売っていうのもあるんですね。はい、はい、文字通り地域がですね、アンズの大きな栽培地域でございます。ところが、冒頭申し上げましたように、やはりそのアンズの栽培もですね、だんだんとお年を取るに従って、ご無理なご家庭もございます。生木のまま、私どもへ、なんとか管理してくれないかと、いうことで相談いただくお家もございますので、そんなお手伝いをさせてもらっているところでございます。今だけどどこも大体そんな感じですね。空いてるあれがあるから、草取らなきゃいけない、できないからちょっとね、懸念になったから頼むわみたいなお願い事がたくさんあるんですけど、やっぱり同じですね、どこも。そうでしょうね、やはりただただその実がなるから、実がなるから、それを取ればいいっていうものではないですので、やはり、除草だ、摘果だ、剪定だ、施肥だ、あらゆるものがですね、ご苦労になってきてしまっている、そんなご家庭のお手伝いというふうに考えていただきたいなというふうに思ってます。あとはあれですね、この仕事の内容って、あれですね、営業っていうか、販売したりなんかってされてるっていうかね。そうですね、当初始めた当時ですね、実は野菜部門の方もですね、刃物を中心なんですけれども、特に竹本新田というところにですね、この城近辺の畑地では考えられないほどの広い平坦な畑地がございまして、そちらでいいものができます。ところがやはり申し上げましたように、後継者不足で、あるいは自分の農家であるところを離れてですね、行ってしまえば、当然その素晴らしい畑も減価化していってしまう、のところを手に入れ、手を入れてですね、なんとかお手伝いで、いいものを作ろうということで、やってございますね。販売に結びつけてございます。あ、そうですか。あれですかね、その、なんだ、あれかな、あそこの清滝って言ったら、その上って言ったらあれですよね、水上山と似たぐらいの標高になるんですかね。ほぼ大体そんなくらい、同じぐらいでしょうか。水上山が679m ですから、700m ぐらいありますので。あ、そうですか。じゃあそれはちょっと高いってことで、そうですね、はい、なるほどね。まあ、そういったところでも作れるっていうことだね。立派な野菜が取れますね。あ、そうですか。はい、はい、まあ、これまあ、これ東条もアンズの生産ということで、やっぱりあれですかね、中山さんとこもあれやってらっしゃる。はい、アンズを中心にですね、梨、ワッサ、それから大戸、さくらんぼですね、このようなものをですね、あそこまでやってる、やはりこっちの木を面倒見てくれないかというようなことで、お手伝い依頼されておりますし、任されてもいるわけでございます。あ、なるほどね。はい、まあ、こういったその場所、東条地区っていうのは、これ今地図ね、自治協から出ているあの地図ですけども、ここら辺になりますね、この近辺にね。で、それを身近にやるとこういう形になりますね。ちょっとこれ見ていただくと、中山さん家のところはどこになるですか。この写真でいくとですね、右上の方に、これか、右側の方に巣が待ってございますね。そこに事務所を構えましてですね、そこを中心に活動をさせていただいております。はいはい、ちょうどこれが奇妙さんのちょうど下みたいな形、バックになりますね。でこれ岩沢があって、こちら側が、雨飾り山っていう形ですね。はい、はい、そういういいところに、まあ、これ見ても結構綺麗なところですね。ですね。はい、でちょっと見てもらって光っちゃうかもしれないですけれども、こういう最高のロケーション、こうか、あ、これでいいか。まあ、ちょっと見てもらって、こういう形ですね。はい、これ上が北アルプスということですね。前でがアンズ、で手前が菜の花ですね。はい、こういう感じのちょっとしたねロケーションになりますね。はい、これからこれがまたちょっと楽しみになってくるところですね、ここの場所はね。はい、こういったところは東条のアンズのところですね。
さてそれではですね、はい、今度はオーナー安全のオーナー制度もなんかやるってお聞きしたんですけど、はい、年会費制でですね、はい、生木1本単位で、はい、お勧めしているオーナー制でございます。はい、適化と収穫をしていただければですね、はい、あとはもう剪定、消毒、施肥、草刈り、うん、下の除草ですね、はいはいはい、そういうものはすべて私どもで畑地管理しておりますので、うん、そちらをやらせていただきますということでございます。なるほど、はい、先日も北日本新聞の方へですね、コマーシャルを出しましたら、はいはいはい、これも新幹線効果でございましたか、うん、富山県の方から2件、ご紹介の引き合いがございましてね、なるほどね、早速見に来ていただけるような方もいらっしゃいます、はい、あ、なるほどね、はい、まあ、だんだんと増えてくれるといいですね、はいはい、あとはですね、この、真っ白地区はまあ全体的に人口も減ってはきているし、はい、まあ、街の中も大変ですけど、この近辺も同じな、やっぱりこれからまったり同じですかね、引き続いてやっぱり減っていくっていうか、耕作農地っていうのは増えていくってことなんですかね。そうですね、うん、私どもとすればですね、うん、人数にも限りございますし、はいはいはい、もう労力はですね、はい、1人単位で数えるしかございません、残念なんですけれどもね、はい、頭打ちの状況もございます、うん、ただ応援していただけるね、はい、ボランティアの皆さん、はい、がですね、もっと増えていただければなぁなんていうふうにも思っておりますので、はい、ご協力をいただければというふうに考えております。なるほどね、まあ、そうだね、限りがあるもんね、はい、あとこれあれですね、安津子との地元の関わりっていうのはどういう関係でやってらっしゃるんですか。はい、事務所を置いております菅間でございますけれども、はい、うん、やはり村の一員として、はい、ご認識をいただいているところでございまして、ね、村の中の行事ですね、はいはい、総会、出させていただいたり、はい、またお祭りの時の上り、はいはいはい、こうみんなでよいしょよいしょってあげるんですけれども、ね、そんな作業に出させてもらったり、ね、また少し前に、はい、イノシシの防護柵をやらせてもらった時に、私どもからもメンバー、はい、普通は一軒一人の、はい、あれなんですけれども、うん、私どもこういった人数でございますので、うん、わっと出てですね、お手伝いしたところ、うん、ずいぶんはかどったということで、うん、喜ばれてございます、うん、はい、はい、なるほどね、はいはい、まあ、あとあれですね、これいろんなその地元には史跡などたくさんあるんですけども、はい、そういったのもやっぱり手掛けるっていう形ですか。そうですね、はい、古代から最近に至るまでですね、はい、やはりそういった村民文化、町民文化、町民の文化財、はい、村民の文化財というような意味合いになるような、はい、例えば古墳、はい、それから寺社、はい、類ですね、うん、これはたくさんございます、はい、そのようなところがですね、はい、やぶやぶになって、うん、近寄ることもできないというようなことではまずいですし、はい、また里山の景観も崩れていってしまうと、うん、また山上道夫先生のですね、はい、山上武雄先生ですか、失礼しました、はい、武雄先生のですね、はい、お猿の籠屋の、うん、着想になった滝本神殿、清滝までのですね、道中をきちっとしたものにしていかなきゃいけないだろうということで、うんうん、活動しておるところでございます、はい、なるほどね、はい、まあ、あとこれですね、陶芸の窯元も3軒ほどありますよね、はい、そういったところの連携みたいなのもあるんですか。はい、今のところははっきり言って、うん、まだきちっとしたですね、はい、つながりは持てないでいるところでございます。ただこの、うん、3人の先生方ともですね、はい、だんだんとですね、うん、お近づきにならせていただいて、うん、やはり東条のですね、はい、底上げの一つの力になっていただきたいななんていうふうには考えております。はい、はい、わかりました。まあ、これからもまああれですね、 NPO 法人安津子の里ハーモアグリの目標みたいな何かあればちょっと聞かせていただければ。そうですね、はい、やはり私どもは単なると言ったら言い過ぎかもしれません、はい、一生懸命活動しているわけでございますけれども、はい、つなぎ、次世代へのつなぎだと、はい、いうことは、うん、これは紛れもない事実でございまして、はい、やはり若い人をですね、うん、なんとか定着をさせてしてい行っていただきたいためにですね、うん、今お座敷を今
作っている畳を入れたり、はいはい、座布団の埃を払ったりというようなですね、はいはいはい、お座敷作りということが一番の基本になっております。はい、わ、はい、かりました。はい、まあ、あと夢空間でですね、まあ、町歩きセンターの中にもこういう東城ね、松城里巡り東城っていう形でこの中にも、一通り、東城の歴史的なものとですとか、神社仏閣、そういったものも一通り載ってます、まあ、町歩きセンターでも販売しておりますのでぜひまた勉強のために買っていただいて いただければなというふうに思います。まあ、あとこれからもですね東城地区は、まあ、松城のためにもですね、まあ頑張ってやっていただきたいなというふうに思います。今日はどうもお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとお見せたかな。はい、今度はね、いやいや、ご苦労さんでした。いやいやいや、またもしかしたら来週も来週もやらさせてもらいますね。エコールド松城クラブでね、はい、この松城、信州松城お楽しみ情報っていうのでね、これがね、2月から8月までのものでね、はい、新しいものが できました、はい、町歩きセンターにも置いてありますので、はい、ぜひご覧いただいて、はい、いろんなイベントがございますので、ちょっと小さくて、うん、ちょっと見えないかもしれないけど、はい、まあ、こういったないろんなイベントが8月まで残ってます、はい、載ってます、ぜひね、これを見ながら、参加していただければな、うん、いろいろと楽しみができるかなというふうに思いますので、はい、町歩きセンターに置いてありますし、はい、町の中にもいろいろ置いてあると思いますので、はい、こういうのを利用していただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします、はいはい、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、またその一つですね、はい、今度今エコー柱、ね、前後さん、松城からエコー柱行きますよ。行きます ね、はい、それに先立ちまして、はい、21日、3月21日土曜日ですけども、はい、昭和のエコー柱、今後の体験を語るっていう形でですね、はい、まあ、97歳の八田さん、八田さん、うん、そう、はい、その他に、80何歳かな、90歳近い人、はい、うん、そういう人たちとか、はい、まあ、あとあの坂田木材さんね、いろいろとこう、材木を引いていただいたりとかっていうあの人ですね、こういう3人さんが出ていただいて、そのお話をお聞きするっていうのでね、あれですね、松城学講座っていうのをちょっと樋口家住宅でやる予定でいます。ぜひまたご参加。3人だ、300歳ぐらいですよ、ですよ、だからすごいですよ、うん、はい、あのそういうお話を聞くため、はい、ぜひね、はい、お願いします、はい、ということで、はい、来週はね、その前にその前にね、その前に言ってた坂田木材さんの会長さん、はい、出ていただくようになりましたので、はい、これはまたちょっと、ちょっと違ったお話聞けるかなとか、はい、そんな形でやりたいなというふうに。じゃあこちらからエゴ柱を引いていくことについてもいろいろ、引いていくっていうよりも、あの木材を伐採したり製材したりって、そのお話。じゃあそこにほら、切れっぱしって枝があるじゃん。切れっぱしって言われて、いける、いける、枝を申し訳ありません、バチ当たっちゃ う, そう、枝があるね、はい、それもね、そういうお話を聞きたいと思います。そんなんで来週はよろしくお楽しみいただければ。それでは来週のしゃべくりますよ、どうぞお楽しみに。はい、お願いします。松城はあなた